人気グループ、スノーマンの渡辺翔太、30とストーンズの森本慎太郎、26が9日、東京、帝国劇場で行われた、ドリームボーイズのゲネプロ5初日記念囲み取材に参加した。森本は、チャンプを演じるにあたり、感覚で言うと、5キロから6キロくらい落ちた、と減量したことを明かした。舞台写真、感動の1シーン。 新太郎に思いを伝える翔太森本は、一個前、南海キャンディーズ山里、涼太、三の駅、日本テレビ、だが、情熱はある、で増量していました。完全仕上がりまではいけなかったのですが、チャンプらしくいい日焼け具合と体つきに離れたのかなと思います、と照れ笑い。数字を問われると、150ぐらいから20ぐらいまで落ちたのかな、と大幅な冗談で答え。 渡辺にめちゃくちゃ嘘ついてます、と突っ込まれる場面もあった。冗談で会場を大爆笑で包んだ森本は、現実を見たくないということで、体重計に乗ってないんで、感覚で言うと5キロから6キロくらい落ちたんじゃないかな。山里さんの時に増やした体重が5、6キロだったのでその分は落ちたのかなと思います、と真面目な回答もした。同公演には、ジャニーズジュニアの7面侍。 中村霊也菅田林寧元高勝樹、高イ,イコールはしご高、佐々木大光、近野大樹、矢花霊、少年忍者、まさが渡る、川崎光輝先イコール辰崎、北川匠、黒田光輝安島秀樹、内村聡太、深田達樹、元木枠、日山光成、青木幸平、豊田陸と、渋木淳、宝卵もキャストとして参加している。森本は、ジュニア、 のこたちに逆に俺から聞くことも多くて、ジュニア、の子たちの方が、こういちくん演出になってからの、ドリームボーイズ、のステージにたくさん立っているからこそ、演出の意図をたくさんわかっているので、支えてもらい、サポートしてくれているって感じがします、と感謝を伝えた。さらに、初日を迎えるにあたって、コーチ、ユーゴ、だかイコールはしごだか、からさっきラインが届いていました。 初日おめでとう、頑張ってね、以上でした、と短いながらも思いのこもったメッセージをもらったことを嬉しげに報告。嬉しいです。他のメンバーも、バラエティとかストーンズみんなで集まったりするときは、ドリボ楽しみだな、って言ってくれたりします。みんな、とにっこり。来ると思います。もうスケジュールには入ってました、多分、とメンバーの感激への期待を語った。特に、 前年度に同じチャンプ役を演じた田中樹には、木には見てもらいたいですね、と強い思いがあるそう。僕と木のチャンプって演じ方だったり、声だったり、何もかもやっぱ違うからこそ見てもらって、俺のチャンプすごいだろ、ってドヤ顔でやりたいと思います、と呼びかけた。